40分かかるんですって。いやだってそれこそ散々歩いて、はい、結構歩きましたよ、うん、大丈夫ですか足。あもう全然大丈夫、だって術後、はい、3週間ぐらいかな、まあ、今1ヶ月だけど、はい、先週あのタクシー旅やってるからね。容赦ないです。いや容赦ないやろ。容赦ない。それはすごいやろ、だってそれで言うたら俺手術してそのまま TBS 入って、ああで3時間の番組撮って、ああほんでその後フジテレビで撮って、はあ、さらに陣内がコロナやって、それのスケでもう一本撮って、いや助けてほしいの俺やねみたいな、はあ、ほんでその次の日に名古屋で番組撮って戻ってきて知らぬ動画やって、はあ、2時間経ちっぱなしや。術後にしては千原トーク2時間たちはもう天然の股関節のオイラでも、もうこの年はちょっとしんどいというかくたっとするもんね。やっぱり喋ってる時はね気ぃ使わへんやろうけど、うん、僕も多分退院されて4日5日後ぐらいですかね、うん、アベマの番組で、うん、あの言ったら入院退院されてから初めてそこでお会いして、うんうん、別に杖もつかんとこう自分の足でスタジオジュニアさん入ってきた時ちょっとジーンとしましたもんね。やっぱあのいっちゃんしんどい時も見てたんで、あの YouTube を見て、うん、ほんまたった何日後で普通に入ってきはったから、うん、ええー、と思って、いるように感謝です。すごいよな。だけどここからこういう風な話題がもっと増えていくでしょうね。我々4人の中でね、どうしたとか、なんかそれこそこの間番組でダンス覚えなあかんって、はい、見た見た見た。それ1ヶ月日にちやったけど僕が濃厚接触で自宅待機になって、うん、10日削られて、うん、でその待機を開けてからもう10日までしかライブまでない時間がみたいな、うんうん、だいぶ詰めてやったんですよ。全然踊れないんで、ほんなんもうダメですね。もう膝、腰、もう全く動かなくなりました。疲れも1日2日では取れないです。全然抜けないな。俺だってまだ引きずってもタクシーだって、お医者さんももう全然そういうロケも何でもええよって言ってはるんですか。ちょっとなんか怖なって、さすがにこれ大丈夫かみたいな、ほんであのロケの前に行ったら、あもう大丈夫です、それはめちゃくちゃしんどいですよみたいな、めちゃくちゃしんどいけど、その人工股関節がなんかとかっていうことにはない、ならないですみたいな。そうか、その周りの筋肉が追いついてけえへんとか、なんかそんなことになるんですね。僕こう毎年4月になったら、今年は運動するぞ、柔軟のとこ通うぞ、うん、なんかジム始めるぞ、はい、まあ、ジムは無理としても何かフィットネス的なやつ行くぞみたいな思ってるんですけど、 2,3 年スルーしてるんですよ、うん、まあ、いい年思ってるんですけど、うん、なんかみんなで始めません、あこのチャンネルスポーンでっていうんですか。いやその、まあ、ジュニアさんとみんなでそのテニスやろうとかそういうことではないけども、ストレッチのとこ通うとか通うストレッチだね。みんなでストレッチやります。意外とでも見たい人いるかもね、ストレッチってよく分からへんもんな、どうしたらいいのか。どうせこのチャンネルでやるってなったらストレッチも普通にさせてくれへんでしょ。なんか箱から引かされてなんかなんかになりきってストレッチせえとかどうせ言うてくれへんでしょ。パーソナルとか行ってみようかな。でもパーソナルとか行ってさ、ちょっと気合わん人とかやったら嫌やなと思うし、また気合えへんなって思われても嫌やなってなれへん。向こうの人マンツーマンでね、小屋深い予約しんどいなあいつみたいな、気立てのええ主婦がええな俺は。パーソナルトレーナー、その若い姉ちゃんで綺麗な人やったら、おいおい私の美容見に来てんじゃないのとか言われても嫌やから、だからといって兄ちゃんとかに、さあ小籔さん今日も頑張りましょうとか、しんどいのもちょっとしんどいねや。
気立てのええ主婦で、お互いも別にそうなんない、あどうも言って おっちゃんおばちゃんで、あで向こうもそんなピチピチのの来てない、ダルダルのトレーナーとかで、できます、その人パーソナル、ここら辺に3年2組とか書いてて、あこれ娘のやつなんですとか、いませんって言うてる、あそうですかって、あの今日赤飯炊きすぎてこれ持って帰りますとか、あすいませんとかいうぐらいのパーソナルトレーナーないかな、おらんでしょ、調べたらさムキムキの目ギンギンの男の人か、なんかピッチピチのなんていうの綺麗な女の人とかしかおらへんねん、 そうですね、それちゃうねんなって、まあ説得力があるんやろ、そちらの方がね、イメージとしては、うん、で俺みたいなそうおると思うねん、ゆるゆるフィットですよ、はい、お互い部屋着で来ましょうみたいないやその1時間なんかお茶飲んで終わりみたいな感じになりそうでしょだからそれは最初あるよさっき前の人がね、なんかあの沖縄行ってはった言うてチンスコあるんですけどみたいな、お茶入れたんで、あーすいません言うて、これ食べてみたら美味しいですね、カロリー摂取して帰ってあげるチンスコ、なんでこの名前なんですかね、沖縄の言葉なんですかねみたいな、ちょっとまあね、私若い時チンスコーってなんか言われへん時ありましたけどね、あ、この方なんですかねみたいな、やりましょうかみたいなないわパーソナルやとそのタイプはいないと思います、ね、パーソナルじゃいないやろね、うん、起業しようかな俺、おじさまおばさまの先生集めてちょっと緩めのパーソナル、確かに体力を100つけたいとかそういうことじゃなくて、そうやね、マイナス40をゼロに戻したいという、そうです、僕もほんまそれは思いますね、そういう方だからムッキムキのワン・アー・トゥーって言う人やったらそのむっちゃ頑張らなあかんのちゃうかって思うやん、そういうのやろうかな起業しようかな、小屋ちゃん印のパーソナルトレーニングですね、和菓子付き、いやいらんてスタンプば頭まったら赤飯もらえる、なんで食い物ばっかりくれるんですかあとはそのそれは先生にもよるから、その編み物得意な人とかおったらこのニットの浅めのやつ、うん、黒里翔さんがかぶってそうなやつ、浅いやつパーさんがやってるやんそれ、うさぎ跳びしか教えてくれへんようなとこで根性はい、理にかなってないやつ、そう手付けた履いて神秘臭い話してんなほんまね、チャンネル登録よろしくお願いします、起業しようかな、小屋ちゃん印のパーソナルトレーニングですね、和菓子付き、いやいらんて